ではでは、古めの曲も歌おうかな。古めの曲、もう最近のね、最近の肉頭から離れないやつ、これこれ。アドさんのおかげで、あのガナリを習得したから、ガナリのところだけはできる気がする。そう、怒られませんように。怒られませんように。みんなが、みんなは悪いかんね。ミコは曲を怪我してない、最初に言っときます。曲を怪我してるわけではないです。ミコちゃんが精一杯歌うから、わかる。は順調、お口に合いますか。また類だけじゃ満足しないね。スタンバイは特にできてるの。スタミスタ、スタミスタ、ハハ、オーレディ We we on、 あはは、沈れないくらいに燃やしたいなんて、つまりヘロなくなって心無尽蔵に膨張してるんだろう。あはあはあ、ビッグバドブートして、順調はどにもか、やば、人間が歌うやつじゃないよ。でもビビッとバットブートしての曲だけは自信があります。怒らないでください、年寄りさん、ごめんなさい。あー、絶対ないくらいに燃やしたいなんて、ね、これテントにしたい。丈夫なの？大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃないよ。昨日ね、焼肉食べた時もね、言われた。みこちはね、あの、置くのが絶望的に下手だからね、って。教えてね、って言ったけど。練習はしてますよ、ちゃんと練習は。練習してないけどね。まあ、みこはね、もしかして才能がないのかもしれない。初心者になれた。いや、あれだから、スイちゃんとのオフコラボで、みこはザコから初心者にしてもらうから。それはもうコーチのさ、責任もある。コーチの腕もね、まあ、確かなものでしょう、きっとね。ビシバシとやっていただくという感じでございますよね。むずいよな。だって CPU に一回も勝ったことないよ。え、みやこさ、あの、一人モードのさ、VS でさ、あの、CPU とさ、戦ってんだけどね、一回も勝ってないからね。スイちゃんが発狂しないかが、みやこは心配だな。殺されないかな。そのラグが、画面共有のラグがあるからっつってね、オフコラボにしてもらったんですけど、星町コーチに。怖いな。殺されないかな。首絞められないかな。気をつけるわ。え、でもさ、雇用の時はさ、え、優しいんですよ、クオリさん。え、私は優しいんですよって言ってたじゃん。ねえ、大丈夫だと思うけど。スイちゃん